ピティベルトもちろんあるんですけど、どんどん変形してきます。ハンマーこの大画面で、あのトイストーリー、今のはトイストーリーなんですけども、ハンマーになったりドリルになったり、はい、どんどん変形したり、ここはモンスターズインクですけど、はい、ヨーヨーになったりですね、とにかく展開が早く切り替わっていきまして、しかもキーブレードとキーブレードの切り替えも可能です。うわー、すげえ。当然ながら最後にド派手なフィニッシュを決めれると、そういうようなシステムですけどね。はい、かわいい、これがだから気持ちよさそうね。こんな、うん、難しいアクションしてないんですけどね、ボタン的には。はい、うん、どん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 、まあ、爽快にできちゃうというところですね。雪のステージ、はい、雪のステージ、これ穴雪のところですね。穴雪だったらやっぱりスケートっていうものを出したいなと。うわー、動くなー。あー、これこれ、あー、ここ、はい、パイレーツ、パイレーツですね。パイレーツ、ここではですね、うわ、あのハルバードっていうものになっていくんですけれども、ここから、円形すると、このまま鳥肌立つ、はい、ね、どんどんね、アクションの幅もどんどん広がっていきまして、あの移動だったりとか、まあ、戦略がコロッと変わるんですね。やっぱ今回コスチュームもね、そうですね、すごいですね。パイレーツかっこいいですよね、うん、はい、かっこいい、はい、あ、ここが旗ですね、フラグ状態になるんです。やっぱりパイレーツということで、あのフラグにしたかった、スケートしてる、はい、このようにどんどん切り替えることができるので、フラグからアイスケートだったり、アイスケートから、うん、今これね、あのドナルド、あ、バイオハザードです。あ、じゃない、ナノアーム、ですね、ナノアームですね、ナノアームで切り替えてるんですけど、はい、かっこいい。ベイマックスの、キーブレードになっておりまして、切り替わりも早いですね。そうなんです、ここここ左右の方向キーで切り替えれるんですけど、うわうわうわ、もうバリエーションがすごいんですね、はい、世界観のミックス感がすごい。そうなんです、これ、ね、全ミックスできるんですけど、これは、パイレーツ、タコ足ですから、いかに巨大にイカのフィニッシュを決めることができる。うわうわ、忙しい忙しい、はい、でベイマックスのキーブレードはこれキューブが原作でも出てたと思うので、キューブを使ってあの攻撃できたり、でここはずっと見てられる、はい、あばら、拍手が起こりました、はい、これは荒雪の名場面を再現しながら攻撃に組み立ててるというようなところに、結構目玉のシステムですね。かわいい、ね、きれい、はい、はい、まあテーマパークのアトラクションをそのまま、はい、まあ、召喚できるようなシステムなんですけども、うん、これはメリーゴーラウンド、はい、すごいな、メリーゴーラウンドですね。マップとかコーヒーカップもありましたもんね。はい、そうです、コーヒーカップもあるんですけども、まあ、あの遊園地のスリルをそのままバトルで体験できちゃうと言われたか、あ、出た出た、これこれこれ、はい、レゴロボールプールでのこのカップが超楽しいんですけど、いい、これやりたい、あのボールを吹っ飛ばしながら敵を倒していくと楽しい、はい、うん、あ、これはね、そうです、これね、偶然ハマってるだけなんですけど、違うと、あれハマってる、そういう技じゃないの、そういう技じゃないです。あ、出た、はい、で出た、結構そのスプラッシュライド、こんなのもできるんだ、はい、そうです、これスプラッシュライドですね。だからその初めて見た、炎で燃えてる工場をこれを使って消火していくというシステムになります。ランドですね、ね、遊園地ですね、もう、ね、そうそう、遊園地ですよ、遊園地をそのまま、遊園地、遊園地をそのままですけど、あのバトルの中に相手のヒットポイント削られてますからね、あれ。いや、ワクワクで、いけます。で、これベイマックス、ね、わー、ベイマックスや、ベイマックス、わ、はい、ベイマックス、やっぱりですね、このステージがやりたいのよ、はい、空の中を自由に飛び回りながら、いやー、すごい、敵を攻撃すると。で、単純にボタンを、まあ、決まったボタンをあの押していくだけじゃなくて、自由にいろんなアクションができる操作体系が本当ガラッと変わる。あ、これこれ、トイストーリー、はい、はい、結構ね、映画からそのままあの大体撮ってるものもあるんですけど、いい、ね、あの原作の作品にロケットあったと思うんで、それをそのままあの召喚して使えるっていう連携、ボスに対して今決めているところです。おもろすぎるやろこれ。来た来た、はい、アナ雪、はい、アナ雪のマシュマロです。グーフィー、はい、グーフィー、グーフィーで、ここではマシュマロは最初は敵なんですけれども、はい、こうやって、まあ、グーフィーで戦うんですけど、後半になると仲間として、あらら、はい、こう怪獣大対決みたいなところで、ね、押すと大怪獣、はい、すげえ、こういうことができます。で、まあ、ジャンプしたり、はい、爪で攻撃したりとか、うん、雄たけびを上げたりとかで、うん、あの攻撃、モンスターズインク、はい、でモンスターズインクはちょっと特徴がありまして、うん、こちらをちょっと笑いをテーマにしてるんで、ちょっとコミカルなで連携をしてます。ボーリングになっちゃった、はい、です、はい、でマイクを離れた、ディズニーのキャラクターを、まあ、心のつながりをたどって使うという設定。かわいい、かわいいですね。ドリーミーターを召喚する。で、これ最初1体だけで作ったんですけど、はい、友達さんの方から大量に出してくれと言われてオーダーがあったので、ここでフィニッシュで大量に出してくれ、はい、すごい、かわいい、楽しい、野村さんありがとう、野村さん、はい、ああこれ、はい、でこっちがラルフですね。出た、はい、ラルフです。ラルフはゲームの世界から、まあ、登場してくれるんですけど、ちょっとね、遊び方特徴があって、罠をどんどん置いていくというようなトラップを置いて、ほうほう、敵を巻き込みます。あ、面白い。あのもう一つ特徴としては、今回その
キャラクターをそのまま召喚するんじゃなくて魔法をつけてるんです。なのでシンバとこの炎の魔法、これ合体した魔法になってます。上がるこれ、はい、もうこれだけで出してもいいぐらいのクオリティですけど、はい、すごい、かっこいい。シンバでちゃんと地形にも影響を与えつつ、はい、すごい、いう感じ。今回大きな特徴ですけれども、自由に宇宙を探索できるモードとバトルモード2種類のモードがあるんですね、はい、でここはバトルで行っているんですけど、割と2のようなゲーム性ではあるんですけど、はい、ここは探索モード、探索でオープンワールド風にあの宇宙を冒険できます。でいろんなものを発見できて、どんどんすごいよこれカスタマイズできるんですけど、めちゃくちゃ広いんです。あのでそうですね、あこれね、あ出た、あこれはねもうお気に入りですけど、最高、そうですね、懐かしい感じのクラシックキングダム。これはまああのね、ユニオンクロスでも今プレイできますけど、これはどういう思いでいるんですか。そうですね、これはね野村がどうしてもやりたいと、野村作って20個以上作ってるんですけど、野村さんすごい、ね、野村さんどうですかね。はい、野村さんがどうしても入れろって言ったんですか。どうしても入れたいと、ね、はい、できればこれでロープレ作りたいんですけどね。あーやりたいやりたいやりたいけど3出ました。これお気に入りです、はい、出た、はい、これね、はい、レミの美味しいのレストランを、題材にしてますけど、頭の上に空の、はい、あのゲーム中いろんな食材をマップで集めることができる。これ、あ、このネタ動く、はい、そうです、あ、すごい動く、かなりね、リアルな料理っていうのを再現しておりまして、これフランベっていうんですけど、実際まあフランス料理でする料理の、あ、なんかよいしょ、あ、出たスキルが発動してるよ、なんか、はい、あら、レミで、レミが評価すると、かわいい、かわいい、心の奥底に閉じ込められた存在の悲しみを、はい、お前たちにも分けてやろう。かっこいい。あれ戦うの。ああ始まっちゃった。強い強い、めちゃくちゃ強いですよ、はい、いや全然当たんないじゃん